世界で一番長い懲役刑は何年か答えなさい。京大経済学部の主席植木健二。14万1078年。正解なんです。京大経済学部の主席植木健二。こんなことまでわかるのか。そうなんです。シャモイ・ティピアソはおよそ1万6000人を騙した詐欺で逮捕。被害者の数の多さからタイの裁判所が出した判決は14万1078年という懲役でした。よく知ってる。そんなよく知ってるわ。京大経済学部の首席植木、その知識は世界にも及んでいました。それでは問題です。よく注意してご覧ください。次の文章は何と書かれているのか答えなさい。来た。東大医学部の神の河野玄斗。あ、押してないです。え、何？え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 ？今のが答えなんですか？答え？どういうこと？どういうこと？どういうこと？あ、押してないですっていうのが答え。答え。そうですね、点字で書かれていて、まあ、展示は一通り規則性とかも押さえてるので、それを順番に読んでいって、押してないです。すげえ問題出してくんな。異次元の問題、規格外の問題が続いております。まさにこれが頭脳。それでは問題です。まずはこの曲をお聴きください。今お聴きいただいたのは3月3日のひな祭りの歌としておなじみの曲ですが、実はこの歌詞、作詞家の佐藤八郎さんも認めるある勘違いをしている部分があります。その勘違いをしている部分はどこでしょう？具体的に理由を含めて答えなさい。この番組はイエローハットとご覧のスポンサーの提供でお送りします。誰もが知っているこの曲の詞の間違いとは。そうなの？面白い。